ったですね。僕、まあ、40、半ばで独身なんですけども、それぐらいで、別に贅沢も、贅沢はまあしないんですけども、別に倹約もそこまでしないと、普通に暮らせる、まあ、毎日、マッサージに行って、ビールも毎日飲むぐらいな感じで、もう全然、毎日カフェに行ってもっていう感じで、7、8万円で全然、全部込みで暮らせますね。家族の場合、まあもちろん人数によるんですけども、夫婦だったらまあ15万ぐらいあれば全然余裕かなと、マニロンの場合でもですね。まあ、もちろんロックウェルとかですね、BGC とか高いコンドミニアム住めばもちろん生活レベルは上がりますし、YOASOBI 好きな方はもちろんプラスアルファでどんどん収入というのは上がってしまうんですけども、普通に暮らした場合ですね、まあ、家賃や食費、まあ、家賃もですね、2万円ぐらいのコンドミニアムから、10万円ぐらいのコンドミニアム全然ありますし、食費は2、3万円で1人住むかなって感じですね。まあ、大体そんなところがサンプルです。